皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今回の課題本ユング、分析心理学ということで、人間塾史上一番難しかったんですけどすごい読むのが大変でした。はい、でですね、私もお題をどうしようかなと今いろいろ考えたんですけれども、夢分析するわけにもちなみに名古屋でやりましたけど、あ、そうですか、ボロボロでした誰も分析できない。もし興味ある方の夢分析資料を持ってますので、こんな夢見続けるという方いらっしゃったらちょっとご相談ください。はい、でちょっと皆さんちょっとイメージしていただきたいんですけれども、今日の今の気分を色で表すと、オレンジ、何色でしょう、今日の気分、はい、緑、黄色、はい、白、どう、しんくん、オレンジ、オレンジ、なんでオレンジ、あと福美に聞いて、あ、福美、オレンジ、なんでオレンジ、まあ読書会に向けてちょっとこうテンション高めてきたので、それがちょっとオレンジ色のパワーになってる、なって、今日の気分の感じがオレンジなんです、オレンジだと思います、はい、それが投影なんです、お、え。っていうお題なんですね、実は。なんか聞いてくれないのかな、みんな。投影っていうのが、まあ、出てるのはちょっとこの222ページから223ページ、ちょっと短いんですけれども、これ心理学的には非常に大事なあの概念でして、はい、投影を受けたことがある場合、今受けた時の対処についてっていうことで、じゃあ投影って何みたいな。で、ご家庭なんかでよくあのお子さんをいるご家庭とか、子供が学校に遅れるから起きなさいみたいな、お母さんがよく起こすじゃないですか。でそれでも子供が起きない、で起きてきてバタバタバタっ って学校に行かなきゃいけない、ご飯どうするの、いらない、お弁当は持ってかみたいな、でその子供は学校について遅刻をしてしまって、お母さんが起こしてくれないから私遅刻しちゃったのよ、でお母さんに八つ当たりをする、これが投影でございます。お母さんは別に何も悪くないんですね、ちゃんと起こして、でも投影をしてるのはその遅刻をしてしまったお子さんが自分が悪いのにお母さんのせいにしてしまってプンプン腹を立てるみたいな、はい、こういうのをちょっと投影と言います。あるいは私もよく職場でカウンセリングする機会が多いんですけれども、必ずその利用する方に対して通所しの自分の立てたスケジュール通りにやってくださいねっていう仕事なんですけれども、それができない、できない、できないのはあなたが厳しいからですっていうことを言われます。だってこんなスケジュール私できるわけないじゃないですか、じゃあ自分で決めたんでしょう私結構厳しいんですけれども、まあ、ご自身で決めてますよね、じゃあどうしますかっていうふうにまあ私は返すんですけれども、そういうその言われのない八つ当たりを受けてしまう、あとそういう言われやすい人っていうのもいるかと思います。そういったことがなぜその受けるのか、その受けた投影をどういうふうに対処するか、それを具体的にまあお話ししていただければいいかなというふうに思いまして、今回お題にさせていただきました。はい、で2つ目は、まあ、この課題本の中で特に自分が気になったところ、はい、まあ、情動とかもいろいろありましたけど、感情をどう扱うかとか、まあ、夢は分析ちょっと難しいんですけれども、気になったところを、グループの中で出し合って、そこで、まあ、こんなことがあったねというの気づきを深めていってもらえればと思います。以上、お題の説明でございました。はい、今日も楽しく学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。